卒園式で子供に叱られる母親。お母さん派手すぎる、恥ずかしいからやめて。お母さん真ピンクのドレスで登場、藤子ちゃん。藤子チャンネルのお時間がやってまいりました。イエイエイ。はい、先日はライブにお越しいただいた皆様本当にありがとうございます。はい、初ライブでですね藤子チャンネルやってみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。藤子はねめっちゃ楽しかったんですけども、新しいコーナー作ってクイズしたりね楽しかったんですけど、ねなんていうかバカがバレたっていう感じがしてすっかり打ち解けた気分でした。はいそう、よく言われるんですよ、ライブとライブで歌ってる時と普段喋ってる時が違うって言われたりするんですけど、藤子もねなんか不思議なんですけど、マイク持った瞬間になんかスイッチが入るみたいですね、どうやら。はい、だから藤子チャンネルしか知らない人はライブを見たらびっくりするかもしれませんし、歌しか知らない人は藤子チャンネル聞いたらびっくりするかもしれんっていう感じですね。はい、では今日はですねこのコーナーに行ってみましょう。富士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 ステーション。このコーナーは藤子がおすすめするおすすめアーティストのご紹介のコーナーでございます。はい、本日はですね初トークゲストを呼んであります。藤子と同じダンスボーカルシンガーアキー。イエーイ、久しぶり。藤子ちゃん、こんにちはこんにちはアキちゃんです。はい、はい、アキさんはですね、はい、ベロニカでよく一緒にね出演するダンスボーカルシンガーさんなんですけど、す、ね、はい、元気ですか。元気です。嬉しい、今日ね、来てくださってありがとうございます。いいえ、こちらこそ。はい、アキさんはね本当にね、うん、藤子と同じダンスしながら歌って踊る感じなんですけど、そうですね、すごい可愛くてすごい歌も上手くてもう皆さんにぜひね知ってほしいアーティストの一人でございます。はい、はい、今日は藤子チャンネルでね、せっかくトークでね、うんうん、ゲストで来てくださっているので、うんうん、アキさんのことをね、うん、ちょっと藤子がいろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、はい、皆さんは耳をかっぽじって聞いていただければなと。かっぽじってね。はい、思います。はい。はい、じゃあね、まず何聞こうかな。はい、何から、うん、なんかね、藤子いつもね、アーティストさんとか、うん、まあ、芸人さんとか、いろいろな知り合いの人に、一番初めに聞きたいことは、はい、こうそういう夢とか、うんうん、アキさんやったら歌やるきっかけとか、はい、きっかけって何かあります？きっかけ、はい、きっかけ的なもので言うと、はい、まあ、ちっちゃい頃に、まあ、母が亡くなってね、それがすごいきっかけなんだけど、はいはい、そこから、はいはい、まあ、昔から歌うのは大好きで、うんうんうん、踊るのがすごい大好きで、うん、もうこれしかないっていうのでずっと大好きで、はい、そう、ずっと歌の活動続いてますね。なるほど。はい、なんかねきっかけがねちょっと藤子とちょっとだけ被ってるんですよね、うん、そう、そうなんですよ。藤子もねちっちゃい時に、うん、何の取り柄もなくって、はい、何の取り柄もなかったんですけど、父親が歌が好きで、うんうん、でなんか父親に好かれたくて歌をやり始めたっていうのが、うんうんうん、ちっちゃい時の思い出です、うんうんうん、はい、なんとなく似てます親に、親が、ね、ね、親きっかけです。でもそういうのありますよ ね、やっぱりそうなっちゃうんですかね、うんうんうん、きっかけね。まあ、アキさんなんか来月にニューヨーク行くみたいですけど。あ、そうなんですよ、はい、来月からまたちょっと戻ります。すごいですね、なんか英語めっちゃ喋れますよね、はい、それやったら全然全然全く本当に。藤子は今 iPhone の英会話アプリで習ってますからね、うん、あ、でもああいうのもでもいいですよね。はい何かねやっぱしてたら全然違うもんね。ねえ、うん、じゃあこの前ね Facebook の、はい、メッセージがね来まして、うんうん、はい、外人の方から来たんですよ。藤子がね英会話アプリで習った英語を、はい、Facebook でなんかつぶやいたら、うん、外人の人が
君は英語がペラペラだねみたいな英語を送ってくれたんですけど、藤子はじめそれ読めなくて、通訳してくれる友達がいたからそれに転送して、でその友達とその外人さんとメールやり取りがあってました、藤子として、ね、Facebook でもそうやってね海外の人とこうね、はい、いいですよね。そうなんですよ、Facebook はすごい世界が広がります。本当ですね、はい、まあ、ニューヨークで活動されてるみたいなんですけど、はい、どんな活動されてるんですか？はい、あっちではですね、まあ、はい、いつも自分で曲、まあ、作るんですけど、まあ、ピアノをね、うん、ちょっと自分でね、なかなか日本にいるとバタバタして時間がなく、はいはい、あっちにいると結構無になれるんですよね。でもあっちで、まあ、曲を作ったりとか、あとライブももちろんあっちでやってます。はい、ライブ、はい、でもちろん英語の歌で歌ってはるんですか？ね、英語の、ね、歌をね歌うんだけども、うん、発音的なもんはすごい気になる。あ、そうですよね。そうそう、でもニューヨークの人はすごい、うん、まあ、世界中からすごい夢を抱いてきてる人がすごく多いので、 あったかいです。そうなんですか。藤子も一回行ってみたいですね。待ってます、はい、もし藤子行ったら、はい、すぐに電話します。もちろんです、どこでも飛んでいきます。藤子ちゃんからやーってよかった、心強い味方、はい、いつでも、はい、待ってますよ。まあ、こんなん聞くのもなんなんですけど、はい、最近藤子なんやろな、うん、何がマイブームやろな、何ですか最近のマイブーム。ダイエットがマイブームなんですけど。ダイエット、はい、わー、ダイエット、女子の永遠の、そう、うん、夜食べないっていうのがマイブームなんですけど、うんうんうん、アキさんマイブームみたいなのあります？マイブームですか、はい、私お子ちゃまなんですけど、メロンソーダ大好きでメロンソーダといっぱいあるな、中華も大好きだし、あ、中華美味しいですよね。美味しいよね。チンジャオロース大好きで、あたりね、チンジャオロース、うんうん、ピーマン抜いて食べます。なんで食べピーマンが美味しいのに。ピーマン苦手や。あ、そっか、ひこさんはピーマンが罰なんだな。そうなんです、お子ちゃまやからもう2人お子ちゃま同士だけど、うん、でもニューヨーク行ったら中華料理とかないんじゃないですか？はい、結構ねニューヨークではね、台湾人の友達も多くて、その台湾のお友達、まあ、中国とまた別なんですけど、まあ、中国と、まあ、料理はなんとなく似てるので、あ、そうなんですか。はい、いろいろ美味しい食事を作ってもらったり、私が日本食を教えたりとか、いろいろそんなことして。台湾ですね。台湾、はい、そう、台湾とタイの違いだったり最近知ったとこなんで、台湾の方がアジアなんですよね。はい、すごいな。台湾料理美味しそう。でも、はい、台湾美味しいですね。中華料理、まあ、ではない。まあ、台湾と中国はちょっと違うみたいですけどでもまあ、はい、そっか、うんうんうん、でもニューヨーク行ったらなんか太りそうですけどね。そうなんですよね。もうジュニアーズのチーズケーキが美味しすぎて、あっちの有名な。そうなんですよ。めっちゃ食べたい。何それ？あ、めっちゃ美味しいんですよ。何なんですか？ね、ニューヨークですごい一番有名なチーズケーキで、うん、日本にもこの間確かね、阪急にもちょっとね来てたと思うんですけど、今も多分もうないと思うんですけど、レアチーズケーキ的な、あれニューヨークチーズケーキ、レアチーズちょっと違いますね。ニューヨークチーズケーキ聞いたことある。はい、ジュニアーズのチーズケーキ、あれ私週に2日ぐらい、2、3日連続で食べちゃったりとかして。そうなんですよ。でも藤子めっちゃチーズケーキ大好きなんですよ。美味しいですよね。自分で作るぐらい好きです。あ、料理も上手なんや。いや、上手かわからないですけど、ベイクドチーズケーキ作るのが得意です。美味しいよ、はい、めっちゃ美味しい。いいね、食べてみたいな、それ。おすすめです、本当に。もう送れるものなら送りたいです送ってほしい。ね、あっちクールとかあんのかな。え、チャクール？クールの宅急便。あ、クール宅急便それあるんかなどうなんやろはい、どうなんでしょうねはい、はい、まあ、アキさんといえばですね、
衣装チェンジもたくさんあって、はい、歌って踊るっていうのが、うんうん、アキさんっていう感じなんですけど、ありがとうございます。フジコも結構衣装チェンジとかあって歌って踊るんですけど、フジコ結構、うんうん、あのチュッチュ系の衣装とか、うんうん、まあキラキラこあのよこう スパンコープスパンコープやってスパンコスパンコールスパンコールとかが多いんですけど、アキ、うんうん、さんはなんかあの衣装に対するコンセプトみたいなんてあります？コンセプトはですね、いつも、はい、まあその時のね、季節であったりとかその時によってよくまあ変わるっちゃ変わるんですけど、基本的にもすごいカジュアルが大好き で、はいはい、で差し入れで結構ラッキーカラーが自分の中でグリーンとかオレンジなんですけど、この前も着てましたよね。あ、そうなんですよ、オレンジとか大好きで、あともしくは白か白、うん、でもまあその時の曲のイメージに合うかどうかを決めたり、はいはいはい、見てるお客さんには五感で聞いてみて感じてほしいので、うん、めっちゃ楽しいですもん、アキさんのステージ。本当ですか？はい、面白かったです、この前。おー、Thank you! はい。はい。まあね、アキさんがね、こう、歌とか、はい、音楽に対して、うんうん、一番大事にしてることとかってありますか？歌とか音楽ですか？に大事にしてること、うんうん、うーん、自分が楽しむで、ね、自分がね楽しんで相手のお客さんにも楽しんでもらうってことですかね。ですよね、うん、結構シンプルですよね。まあ今日はせっかくなんでね、フジコチャンネルでアキさんの歌をね、うん、あの流したいなと思ってるんですけど、うんうん、今日流したい曲 I Wish Start Line、はいですね、はい、この曲はアキさんオリジナルソングですか？はい、そうなんですよ、はいはい、作詞作曲、はい、そうですね。どんな時に作られた歌ですか？この曲はですね、はい、あの CD を、はい、あの手に取ってくださった方にはね、うんうん、まあ夢に対して仕事に対して恋愛といろいろまあ皆さんあると思うんですけど、うんうん、聞いてる人にこうみんなそれぞれ気持ちが違うと思うんで、 リスナーの方にはその人に、はい、まあ、一つずつ夢に向かって進んでいこうっていう曲なんですが、まず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 本当にアキが作ったきっかけで言うと、これは恋愛の曲になってて、うん、あ、そうなんですか？そうなんですよ、はいはい、まあ、例えば女の子だったら綺麗になりたい、うん、スリムになりたいとかいろいろ夢がね夢ってかこうしたいっていうのがあると思うんですけど、うん、まあ、昔ある方から、うん、まあ、一つずつあの見た目ばっかり気にするんじゃなくて、はいはい、綺麗好きにするとか部屋を片付けてみるとか料理をしてみるとか、そういう内面的なものを一つずつ、いっぺんには難しいけど一つずつやっていったら、はい、いつか必ずそういう綺麗な子になれるんじゃないとか、もっと綺麗になれるよっていう風にめっちゃいいこと言いますね、はい、言ってもらったことが、まあ、昔にあって、はい、それで、まあ、曲を作ったのがきっかけで、はい、よくよく、まあ、CD に起こそうって考えてみたら、はい、聞いてもらってるリスナーの人には、まあ、夢であったり仕事であったり恋愛であったり、ね、いろんな方面から聞いてもらいたいので、はい、それをまあちょっとみんなに、ね、客観的にも聞いてほしいっていうので改めて歌詞をちょっと書き換えて、恋愛だけじゃなく、はい、それで作った曲で、いろんな方面からも知っていただける、はい、大好きな曲なんですよ、はい、すごいみんないい曲だと思います、はいはい、じゃあそれでは本日は秋のオリジナルソング聴いてください、うん、I wish you start line。 そっと鍵をかけて目まぐるしいこの熱い面影を今シャットして全ても breaking down。 そう頷くけどうずくまている、oh, oh, oh. 初めて手を伸ばして言葉にできないものを感じた。出会いがきっとそうさせたから、だから別れもこうなってしまうの。 Tell me why。ものばかりか目を散らかすばかり、今鏡を見つめ何が違うのか、探
きましたのはアキさんで I wish you start line でした。リキャスさん、アキさんありがとうございます。イエーイちょっと噛んじゃっためっちゃいい声ですよね。やっぱりちょっとハスキーな感じがセクシーなボイスでボイスでねえ、いい感じです。ありがとうございます、ね、いい曲ですね。これアキさんアルバム出してはるんですよね。ね、アルバムこれね、一応ねファーストシングルでね、はい、そうなんですよ。これ一応シングルで出してるんですけど、そうなんですか、まあ、後々またアルバムもどんどんじゃんじゃん出していくんで、よかったらアルバムの宣伝ここでしていただいていいですよ、はい、あ、まだでもね全然結構先なので、はい、もし出たらまたすぐにできるように出てください。いいですか。もちろん必ずお願いします。はい、そんなアキさんに皆さんね、はい、はい、応援してあげてください。はい、はい、今日はアキちゃんありがとうございます。どうも、はい、また遊びに来てね。またね、はい、バイバーイ。バイバーイ。 See you。 はい、それではですね、今日はアキさんに来ていただいたので藤子もちょっと緊張気味だったんですけどはい、今日はちょっとコーナーはなしで、はい、本日は藤子の先日のライブのランキング1位だったこの曲を聴いてください。 Here's藤子の歌で Tears でした。ありがとうございます。はい、藤子チャンネルもお時間が、終わりの時間になってきましたので、ここで告知をさせてください。藤子はですね、オフィシャルホームページございます。こちらのインターネットの検索方法は藤子オフィシャルホームページと検索してください。そしたらですね、藤子のオフィシャルブログと、CD の情報がチェックできるようになってますので、ぜひ皆さんチェックしちゃってください。よろしくお願いします。そしてですね、ブログがアメブロに引っ越ししましたので、藤子ブログアメブロと検索してみてください。よろしくお願いします。続いて Facebook、Twitter は藤子1023と検索してください。Facebook ページの方で藤子と検索していただきましたら、オフィシャルのページがございますので、こちらにいいねって押してください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、ライブが一つ決まっております。来月の4月10日水曜日、場所はおなじみの京橋ベロニカでございます。イエーイ。はい、こちらがですね、出演時間が藤子はラストの9時15分からになっております。チケット前売り料金1500円、当日2000円になっちゃいますので、よかったら皆さん、前売り料金で、藤子のね、アメブロかフェイスブックかあとメールか何かに、前売りチケットくださいみたいな感じでメールください。よろしくお願いします。そんな感じでまた